浅井長政は妻や若き将たちに時代を託し死んだ。お市と義継は織田に下り、高虎は流浪の身となる。高虎は仕官先を次々と変えた後、信長の甥津田信純に仕えることとなった。折しも織田家は武田家と交渉中であった。信長は長篠の地に長大な馬防柵を築き、武田を迎え撃つ。戦国最強と謳われた武田騎馬隊の先鋒は、この馬防柵と鉄砲攻撃によりほぼ壊滅状態となる。高虎は新たな主君信純に忠を尽くすべく、銃弾と悲鳴が入り乱れる壮絶な戦に身を投じた。中節の将、長篠の戦い。恥ずかしながらお市様の前に戻ってまいりました。織田にはくだらぬと豪語しておきながら。いいえ、恥ずかしいことなんてありません。長政様の言葉通り生きていてくれたのですから。あれからどうしていたのですか？義継は猿に仕えたようですが。浅井家旧臣を頼った後、今は信長様の甥津田信純様に仕えています。信純？あまり良い噂を聞きません。大丈夫ですか？ああ、ですが今の私には忠節を尽くすしかありませんから。では戦の準備がありますので失礼します。必ず活躍して先功を立ててみせます。高虎殿でございますが、これまで何かとご苦労されたとか。いえ、なかなか主を定められず転々としていただけです。家康殿の家臣には譜代の方が多いとか、俺のようなものはお嫌いでしょうね。忠義とは年数で決まるものでもございますまい。長年仕えておっても働かぬ者もおりまする。大事なのは主を思う心ではございませんか？その心あらば仕えて間もない主にもきっと伝わるはず。幸い我が家臣は思いの強き者ばかりで、嬉しいのですが少々重荷でもあり申す。彼らを悲しませる真似だけはしてはならない。家臣は我が宝ゆえ。家康殿、お己の道を行くだけだ。いらっしゃいませ。お買い得品があります。毎度ありがとうございます。
する人のために。鉄砲の欠点が玉込めの間無防備になる。しかし鉄砲隊を3区に分け、代わる代わる発射装填を繰り返すことで間断ない攻撃が可能となります。いかにせんか撃てよ。は、一番隊構え。新しき世、信長様の世を切り開くのです。馬防策の力侮れぬ。ここは一旦引く。鉄砲の前に武田騎馬隊は無と化した。長篠城を捨てるため飛びなす山釣りでも奪え。この戦でも必ず功を。主君のために功を立てるは当然のこと。無駄口叩いてる暇でさっさと行け。周辺が手薄に。魔道さんがあるという心配ですね。武田騎馬隊は不滅。魔道さんと突破し信長を撃て。おこわるは長篠城にかかりきり。織田本陣は手薄ぞ。まだ鉄砲隊を隠していたか。信長様はわざと本陣を手薄にした。任せておけ。武田の残存兵力を誘い殲滅するために。臆するな。山形正景と赤備え、これにあり。たたいた砲で倒す。信長の首をかっけHa ha ha!
働きを。よくやってくれた。敵将、討ち取った。こう、また一つ。親方様、信長の首には今一歩及ばず。勝頼様、どうかご無事で。古き者の不動よ、生き古き時代と共に。戦国最強の武田騎馬隊が壊滅。これが鉄砲の力か。魔法作と鉄砲の力がこれほどとは。もはや我らに勝つ手立ては。カツエル様、最後まで諦めて任せておけ。なりません。私が敵婦人の穴をついてみせます。織田ではなく徳川を狙ってくるとは。各攻撃は戦況を変えるつもりか。あらがうか。織田本陣へ突撃する。父の仇、今こそ撃たん。任せておけ。敵将、討ち取ったり。長篠城の守備結構固いね。なら城主の奥平さんを討ち勝たせて。任せておけ。皆を思えば私は強くなれるのです。続けてこい。奥平さん、兵糧はいただきますよ。開門。みすみす兵糧を渡してなるものか。わし自ら侵入者を撃ってくれるわ。どうしても譲れない思いがあるから。危ないところであった。さあ、あなたを狙う。ということでございます。二人顔する前にやることがあろう。戦場に功は転がっておる。次やれ次。あ、申し訳ありません。武田はまだ終わりではない。馬場さん、内藤さん、攻めましょう。開門。ああ、
けぬ。誰飲み浮かしてこうしようか。強さよ。
幸せな日々。覚えていてくれているんですね。きっと長政様も喜んでいると思います。でも大切なのは今ですね。あなたの今は幸せですか？また一つ。もはや武田の敗北は必至。分散して逃げ延び再起を図ろうぞ。開門。スクを置いて逃げるとは武士の風上にも置けぬ。もはや我が将兵に戦意なしか。だがこの勝頼よりは最後まで戦おう。どうしても譲れない思いもあるから祈りましょう。敵将討ち取ったり。任せておけ。強さよ。見事ですね。信澄様は褒めてはくださらぬだろう。だが俺は忠節を曲げられない。
高虎、あの程度の働きしかできんのか。俺はもっとお前には期待してたんだが。あ、申し訳ありません。ああ、これじゃあまた信長様に叱られる。できねえ配下を持つとしんどいわ。高虎、やはり辛い思いをしているようですね。私がお兄様に話を。お市様、おやめください。それでは信澄様がどんな目に遭うか。信澄様は主です。忠節は曲げられません。あなたが忠節を尽くす信澄は長政様と同じということですか。お市様、長政様は分別なく忠義を尽くせと言っていたわけではありません。優秀な人には叱るべき主に仕えてほしい。そしてその人の体毛のため忠を尽くしてほしい。それが長政様と私の願いなのです。羽柴秀長への紹介状です。持っていきなさい。秀長、秀吉の弟。嫌です。秀吉は長政様の敵じゃないですか。秀長は温厚徳実、きっとあなたを可愛がってくれるでしょう。私の目が信じられませんか。いえ、お市様ありがとうございます。